シャレオツな色から色から色しておりまして、こんな感じ。え、かわいい。なんていうんだこれは、若干パープルが入ったグレーみたいな。え、今日の服にも合うね。なんか昨日も今日もなんかアウターに合う服持ってる。あ、いいですね。あ、いいですね。あ、ちょっと肩落ちする感じですかね。いいですね。どうですか。髪が暴れてるけどそれだ、もうこのコーデでいいんですけど。いいやん。なんかね、これ椅子どけたら見えるんですけど、こんな感じ。良きです、良きですね。じゃんじゃんじゃじゃん。でこれもなんかあのこれがついてるベルトが、本当は通してやった方がいいけど、ほら、良き良きだね。そう、長いです、あのこんぐらいこんぐらいだよ。ですね、ふくらはぎの真ん中ぐらいです。160センチの田中が履いてきてか。え、かわいいやん。よくない？てか今日の服に合ってる今日これでいっか、アウター出かけるとしたらめっちゃいいよ、いいよ、いいね、いいね。ちょ、このまま紹介していこうかな。いいですね。そう、良きだよ。さあ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 、いい調子で、あったかい。あの生地がでも昨日のエコートとはちょっと違う感じで、あの毛が長いタイプ、なんていう毛が長いタイプのやつです。そう、かわいいね。このなんか何とも言えないパープルのようなグレーのようなカラーがいい感じ。イエーイ、一着目こんな感じでした。じゃじゃーん、良きだね。リリー・ブラウンさん初めて買ったんですけど、今年良きだね。これどっちから行こう、次はこっちから行こうかな。じゃあ、え、これはもうなんか今すぐに部屋着で着れそうな感じもあるやつだ。いきます、よいしょ。あ、ちょ、これ多分ずっと着てたら熱くなるわ、このコートでは続きまして、これは私のレス着になりそうだね。軽めに着れそうなやつ、ちょっとじゃじゃん。黄色ってなんかでも珍しい、黄色、これ黄色、黄色って珍しいかも。え、ここ袖かわいい、待って、じゃじゃーん、じゃじゃじゃん、じゃじゃじゃん、じゃじゃじゃん。これもちょい長ぐらいの、ちょい長ぐらいの丈のやつですね。で袖がなんとなんかかわいいよ。なんか、え、なんか入ってるこれ、あ、え、え袖がなんかここが なんていうこれ、見てくれ見てくれ、ここの袖がなんかひょひょひょってなってる、ひょひょひょってなってるやつ、なんだろう、なんて言ったらいいんだろう。黄色、黄色のこれ何て言ったらいいん、トップスですじゃーん。そう、袖がクシュクシュってなってるやつですね。今日だね、ちょっと暑いねこれちょっと暑いね、脱いこう。え、今日だね、暑いね、ちょっと暑い暑い、かけよう、ここによしよし。そう、え、あと、もしやこれは裏肝、裏肝なのかな、これは裏肝かもしれない。すごいよ、キャワじゃん、キャワじゃん、キャワじゃん。これでも私は多分レッスン着に来ますねここの袖が見て、なんかねクシュクシュってしてくれとるよ。ほら、伝わる、ほら、良きだね。このワンポイント、これもなんかスキニーとかにも合いそうですね。
今日好きに履いてるんですけど。よきだね。2着目こちら見えません。こちらでした。リリーちゃん、じゃんじゃーん。着た感じ気になる。確かに今度着ます今度着ますね。こちらでした。で全部でそういえば何点っていうの忘れたけど、多分4点ですね、こちらのリリーちゃんは。でございます。さあ続きまして、これ分厚いワンピースかなって予想してるやついきます。え、しかもなんか今日の服の色とめっちゃ似てる。これ開けます。よいしょ。リリブラちゃん、リリブラちゃんを開けるよ。これかわいい。絶対こんな予感がする。これもウエストをもしかして絞れる系じゃないか。かわいい、マーメイド感ある。これちょっと絞った感じで見せたいな。ちょっと待ってね、結ぼ。じゃんじゃかじゃん、いて。ワンピース、ワンピースでございまして、こちらちょっとタイトな感じのニットワンピで、ここをウエストが絞れて、ちょっとなんていう、最後が見て、あの見てくれ、ちょっと見えないな、ちょっと 見えないな。最後が見て、このこのこれ、これなんていうか分からんけど、おしゃれなやつ、若干マーメイド感あるやつですね。かわいい。裾がかわいい感じで、これなんかで、なんかパシェにも似合いそうじゃない？なんかわかる？去年かな、なんかパシェが、一昨年か、パシェがなんかイルミネーション見に行った服、若干こんな感じ。そう、ちょっとお姉さんな感じですね。こちらはここも開けてるからね、そうそう、ボディーライン。私はね結構ピタってしたの着痩せするから良いかも。良き。これにあ、さっきのコートもいいし、元から持ってるあの白のコートも合いそうですね。良き。このウエストが絞られとる、絞れる自分でっていうのも良きですね。これをこのウエストをリボンにして可愛くするのも良しだし、なんかリボンじゃない結び方して大人っぽくするのもありですね。これをこんな感じで、よきやん。お腹がお持ちだったら、これはあの横から見た時に出るタイプですね。ちょっとそれはちょっとあのこれは食べ放題にはやめといた方がいい。あの食べ終わった後お腹恥ずかしくなるから。でも色がめっちゃいい、今着てるのも似てるけどですね。いい感じ、いいね。なんかいっぱいいっぱい、すごいね。うさぎオンラインさん、さすがだ。こちらもちゃんと畳んで広島に持って帰りたいと思います。よきね、よきね、よきね。いいじゃん。でなんとね、なんと次で最後の、あ、これ紐もついてるんだ。次で最後なんですけど、この柄は流行るんか、多分流行るんだっていうのを発見。え、それか流行ったんかな、分からんけど、流行る、流行ったやつであろうものの、これはワン、ん？スカートか、スカートだ。ん？この紐どうやって使うんやスカートで、こちらじゃーん、見て、このなんかドットじゃないけどドットみたいなやつ。やばい、集合体の人、恐怖症の人見ないで、遅かった今言うの。こちらじゃじゃん、かわいいね。え、これ今日の服にも合うよ、ほら見えん、ほら今日の服にも、じゃん、かわいいですよ。今日雪みたいな、なんかね雪が降っとるみたいな。昨日も水色のワンピースでこういう柄があって、でもこれさ、不思議なことになんか紐がついてるんですけど、これどこにつけるん
誰か知ってる？どこにつけるん？ね、全部あたり本当に誰か知ってますか？このなんか私紐ついとるけん今ワンピースなんかなって思ったら、え、なんどういう、え、ここにこういうタグついてるのすごくない？どういうこと？これはトル系のタグなんかな？トル系のタグトル系のタグ、なんか紐ついてる。ウエストかな？え、でもさ、どうすんやろこれ。え、どうすんやろ。誰か知ってる誰か知ってる？え、このタグはこので、こうじゃないんだね、タグの付き方と思って。こうなんっていうこれ。え、肩にかけるかどう、え、ネクタイ、嘘。え、どれが正解なんだろう。このタグはでも取るのが正解だよね。取っとこうかな。ここには私の小学校からのハサミがあるので。え、ウエストにリボンなのかな。え、誰か正解いるかもね。これどうやって取るんだろう、このタグあ、ここをこうしたらいいのか。すごいなんか高度な技なんですけど。お父さんにネクタイとしてあげる、やばいんだけどウケる。ネクタイにしてはちょっと腰がない布なんですけど、リボン感が強いんですけど。よいしょ。ブラウスのワンポイント、あ、上の、じゃ無地のワンピース、あ、ワンピースじゃない、間違えた。無地のブラウスを合わせてそこに着るみたいな感じかな。このでその上につけるのか、どうなんだろうね。ネットで調べたら出てくるかな。みんなどういう、なんかさ、福袋さ、中身わからんの楽しいけど、あの着方も載ってないやん。あの、それちょっといつも欲しい。え、どうなんやろう。取れたタグ、ひょんこれは絶対違う。なんやろな、これ。でも可愛いよ。これ今も履けそう。だけど。ウエスト、あ、ウエスト絞るやつかな。なんかウエストがなんか結構広め。やから。どうなんだろう。これ今スキニー履いてる上からでも着れるかな。着れるかな。やってみよう。ウエスト。あ、スキニー履いてるからお腹ボッコボコの人みたいになった。え、でもこれスキニー履いてて着れるってことは結構サイズ感がゆとりがあるのかもしれない、このスカートは。いいね、これを。でもこれ2周できる？あれあ、違う、今あれか、スキニー履いてるからか。え、あ、裏地もついとる、さすがルキだよ。あー、締めて垂らす、なるほどね。垂らすの洒落とる。あ、洒落てる、そうかも。確かに食べ放題も安心のベルト、本当に。あ、それかも。なんかちょっとここら辺になんかちょっとこれ見えんわ、同じ柄やから。でもこのトップスとも合うね。でもこのトップスもあれなんですよ、親戚の方からいただいたやつだから。すごい、雪やない、雪や。まあ使い方は書いてないから、みんなの好きなように使ってということか。よし、よきだよ。今スキニー履いてるからパンパンだったけど、でもスキニー履いてる状態で履けるっていう、よきだよ。サイズもゆとりがある感じで
声本当に言ってますか。今私のお腹はお餅なんですけど大丈夫ですか。みんなそう、かわいいですね。あとこの柄は流行ったやつなんだろうね。知らぬ間にまたもう一回流行らせよう。すごい楽しい。やっぱ福袋を開けるの良きな福袋でした。昨日も今日も良きな福袋クロロロロで福袋でフィリー・ブラウンのスカートのとこ見たけどそのスカートないよ。多分福袋に入ってるものって売ってないやつなんじゃないん、私違う考えかな、わかんない。福袋に入ってるのってなんか非売品とかだと思ってた。福袋以外で売ってないと思ってた。そう、外れないよね、すごいよね。なんか昔はいろんなとこの買って、なんか着ない服とかが結構入ってたりとかあったけど、もう見極められる力がついてきたのかついてきたのか、いい感じでございました。いいよね、両方買っちゃうよね。ね、米粒柄米粒柄流行りらしいですね。米粒、うん、ね、リリー・ブラウンとスナイデル両方買うでしょう、でしょう。好きな人は多分両方買うよね、似たような趣味だと。めっちゃ可愛かった、あのゆきちさん、ゆきちさんでこれだけのものをいっぱいもらえるってね、すごないすごないすごない正直福袋ってもっとあれなイメージね。そう、昔はね結構あいらないなみたいなのが多く入ってたりとかねしたんですけど、そう、めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいいよ、めちゃめちゃいいよ、あたいいよってやつになってるよ。で服、私個人的にこの袋も好きなんだけど、なんか大荷物、泊まりのお仕事だけどそんな3泊とかはしないみたいな時とかに良さそう。これなんかキャリーバッグほどはいらんけどみたいな。そう、袋かわいいよね、なんか普通にバッグとして使える感じ。しかもチャックもついておけん、上に。しかも緑、私の好きな、よきやんこれサムネ今日も YouTuber ごっこしてる。よきですね。そう、バッグとしても使える、めっちゃいいよ。みんな今日も京都でいいお買い物できました。今年はねこの2つの福袋しか買ってないのでね予約、なんかこっちに洋服全然持ってきてなくて、出かけて洋服買おうかなみたいな思ったけど、待てよ、福袋が届くじゃんって思い出して、そう、この福袋だけにしました今年は。初売りとかいかんずにそう、よきぴよあ、今年の秋冬はスカートや帽帯などを首元にポイントとして、ポイントを作るのが流行りなの。じゃああれはワンチャンここにつけるやつかもみたいな。やばー、そんな高度な技できるかな私に。ちょっと頑張って勉強します、洋服もすごい楽しかった。やっぱ開封楽しいよな、最初のドキドキ感が。良きだね。そうね、お姉ちゃんに聞いてみるのも。でもお姉ちゃんは分かんない時は「分からん」って終わるけんなんですけど、うん、今日はねもうお仕事行っちゃってるんでね、またお姉ちゃんとも帰る前に話したいね。うん、良きね、やはりネクタイだったのか、だったのかそう、お姉ちゃんは結構サバサバ系なので、そうそう、だから私ツンデレ系の人とか多分好きなんだろうなって思うんですけど、そう、いいね、いい福袋たちでしたいいですね。今着てる服もあったかいんだわ、だからちょっと暑いわ今
すごい熱熱熱熱熱熱ですね。ちょ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 。今日もね2日なんでね、まだゆったりして、まあでもあと2日後に公演があるってことにね、びっくりなんですけども、ちょっと今体力温存して4日にね、温存した体力を爆発的に出せるぐらいにねしておきたいと思います。今日はゆったり過ごします。今日はパパとママとゆったり、さっきもねちょっとコーヒーを配信前に飲んで、ちょっとなんかシュークリームとかも食べちゃったりしてこの配信に来ましたみんなもどうですか、まだ休みな人が多いかな、な方が多いかな、ゆっくり過ごしてますかそう、いいお正月よ本当に。カレーに餅を入れて食べてる、あでもお米が合うから一緒か、餅も合いそう、美味しそう。あ、箱根見終わったら福袋見れなかった、あー残念。でもこの全部でね、後ろにねかけてるコートも合わせてこんな感じで、この色合いでもう分かる可愛さっていうのでしたね。リリー・ブラウンも当たりでした陽気です。あ、落ちちゃった、ジュ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 。今回のリリー・ブラウンも当たりということで、私は来年もまたこの2つの福袋を買いそうですねって感じでしたね。そう、素敵、本当に。あ、もう明日からお仕事の方も多いんですね、やっぱり今日戻るんだ。おー、夜勤とかの方も頑張って、応援してるよ。はい、お、私が代わりに休んどきます今で皆さん楽しんでください、頑張ってください。お餅8つ食べた、すごい、私は5つなのにお餅以外のご飯をいっぱい食べすぎて、もうずっともうお腹が痛いぐらいにずっと食べてるんですよね。だからちょっと まだお餅にはなってないから大丈夫かな、お腹はお餅になってるんですけど、食べた直後にさ出るからお腹が、だからなんか、まあ、引っ込む時がいつも来るんですけど、朝起きたら引っ込んでるとかなんですけども、これが引っ込まなくなったら終わりなので、ね、ちょっと気をつけながら残りの正月を楽しみますそう、お寿司も食べたよ、お寿司も食べたし刺身も食べたしお肉も食べたし、海鮮系のものも食べたし、おせちもちゃんと食べたし、お餅も食べたし、もういっぱい、もうねずっとお腹いっぱいよ今日のこの午後ぐらいがちょっとだけ空くかな、お腹、ちょっとお腹をがすく時間が広島におるときはめちゃくちゃ長いぐらいにあって、やっとご飯の時間だって感じだったのに、こっち来たらもうずっとずっと満腹だからちょっとお腹を休めて。でもね正月ってやっぱこういうもんなんですよね。私はもう昔からお正月はもう普段からいっぱい食べるけど、正月はもう半端ないぐらいに食べるっていう、これが私の正月そう、めちゃめちゃいい。そう、実家あるあるで、そう、お正月は食欲解放してあっちに帰ってからはちょっと切り替えてみたいな感じでしていこうかなと思っておりますそう、なんかまあ最近なんかそんなにめっちゃくちゃ食べてもそんなになんか体重が増えるとか、体重測ってないから分かんないんですけどなんか劇的に太るとかなくなったのでね、なんでかそう、だからね、そう、田中美穂の正月ルーティーン、そう、こんな感じです。あ、自分も今日のお昼ラーメンでした、イエーイ。私もね、家の近くの地元のいつも行くラーメン屋に行こうと思ってたら、めちゃくちゃ行列で行けなくって、うわこんなには待てんわと思って、こんなに待ってたら配信間に合わんわとか思って、そう、違うラーメン屋さん行ったんですけど、そう、そのラーメンはね広島にもあるんですけれども、パパと行くのは初めてということで、そう、行って
食べました。美味しかった。餃子と唐揚げも1個食べた。1個ずつ食べた。美味しかった。でしかもなんかママと2人で行くよりもパパと3人で行った方がさ、あの3種類のラーメンが食べれるじゃないですか、分け合うと。だから美味しかったです。ママは担々麺で、パパは普通の肉そばみたいな感じで、そうだったんですけど美味しかった。サチでした。そう福岡におりまする今は。なんかさこちゃんもでも来てたんやね。あのツイートしててびっくりした、太宰府行ってきたよみたいな書いてたから、えおったんって返事、あの LINE 送ったらなんかそう朝めっちゃなんだっけ3時起きで行ったよみたいな、あの ツイートの書き方と同じね、三空白空白空白時空白空白空白起き空白空白っていうあの打ち方で来た。LINE もあれなんですよ、サコティアンはマジおもろいんよ。でも結構返信早いんですよ、だからすごいなって思うんですけど。そう、美味しいもの食べれたって言ったら、あの梅がや餅食べれたよって来とった、あの空白でねちゃんと。うん、あよかったよかったって言って終わりました。そうなんか嬉しいよね、なんか自分の地元にわざわざ大事な正月を自分の私の福岡地元で過ごしてくれるっていうのが。そうそうね、太宰府おすすめだよ、食べ歩きとかめっちゃできるし、あの学問の神様がねいるところなのでね、あの受験生の方とかはねよく行ったりとか、あと太宰府にある一蘭とかはなんか合格になんかちなんだなんかね、ラーメンの器の形かな、なんか五角形とかだったっけな、なんかそういうのがあったりとか。そう美味しいものめちゃくちゃあるんでね、でも絶対にめちゃくちゃ人多い今は、から地元のそこまでめっちゃ行こうっていう人じゃないとはいかんかもしれんけど、私も行けてないけど全然関係ない時に行くもんだ、財布なんか食べ歩きしたいなって思った時に行く、たまに。そう太宰府天満宮は福岡市からどうだろう、でも天神から西鉄電車で多分行けると思う、だったと思う、前なんかそんな感じの行き方で行ったような気がする。もう駅出たら、あの太宰府の駅出たら、てか駅も可愛いんですよね、なんかそうで駅出たらもうすぐ食べ歩きの道につながってるんで、そうそうそう行ってみてほしい。あとあのかの有名なスターバックスもあるのでね。そうそう梅がや餅いいよね、梅ひじき美味しいよね。あとあの明太フランスも売ってるし、そうそうそうめちゃいいよ。あすごい今日のメイクナチュラルってよく気づいた、やったね。今日アイシャドウも マスカラもしてないっていう。今日は眉毛とアイラインと口でも意外となんか最近なんかもう薄めでもいけるかって思ってきた。そう食べ歩き、そうすごいあの道がね長いので、そうすごいいっぱいいろんなお店があって、なんか唐揚げだっけなんか美味しいとこもあったし、あとソフトクリームもあるよ、梅ヶ谷餅もあるし、あとなんかおしゃれなカフェもちょっと参道の横らへんにあったりとかもするんでね。眉毛とアイライト口そう口紅塗るか塗らないかだけで全然違う。口紅塗ってなかったら私もう本当に色がなくて、あの前なんかレッスン中に多分色がなさすぎて、なんか先輩にも大丈夫体調悪いみたいな言われたことあるし、なんか先生とかにもなんか言われたことあるだよね。そんぐらい口の色って大事っぽい。だからなんか色がないと体調悪く見えるんでね。そう男の方でもなんかリップクリームぐらい塗って血色出していった方がいいと思う。もみじまんじゅうおかめおじさんタコありがとう。トゥトゥトゥもみじまんじゅう食べたい。ようかのさんバラありがとう。チョコミントレス、センスありがとう。ジェロさんもありがとう。
そうよ、リップ全然元気だから、なんでそんなこと言われるんだろうって思って、自分の顔を鏡で見たら、あ、リップがないけんやんと思って、そう、いつもそうリップ塗っとけばもうなんとかなるみたいなとこある。リップと眉毛やっとけばみたいなだね。そう、全然元気な時にそれを言われたから、あ、そういうことかって思って、そうそうそう、リップクリーム買ってきな。あのなんだっけな、私リップクリーム塗っても塗ってもカサカサになる時期があって、ダメだって思ってたら、あのリップいいです。あれ名前なんだろう、ね、なんだらららららら、あれなんていうリップかな、めっちゃあのメイクさんも使っとったけんいいって思ったやつがあるんやけど、チュッ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 チュルルルルルル、なんかクリーム系じゃなくてチューブで出てくるみたいな感じのリップで、モアリップだっけな、なんかほんと薬用みたいなやつ、おすすめ、モアリップだ。モアリップおすすめです。メイクさんが使っ、あ、すごいすごい、めっちゃ映る、メイクさんが使っとったら使いたくなる人、これはもう本当に良きです。なんかあの薬用って感じだからすごい効く。私本当に唇カサカサすぎてやばかったんですけど、これで1日でもう治るぐらいに良かった、おすすめ。そう、ふなっちさんハートありがとう、ありがとうございますね、おすすめおすすめ、ぜひぜひゲットしてください。あああ間違えた、よいしょ、ララ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 、ケイセティさんもありがとう、センスありがとうございます。そう、モアリップは普通になんかドラッグストアとか薬局とかでも売ってるんでね、ぜひ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 、じゃあそろそろ、もうそろそろランキングを読み始めようかなと思っております。今日はちょっと2時までなんね、一旦しますので、よいしょ、ポッポポッポポーポポポポー、もっと唇って名前からし、確かにモアリップって確かにもっと唇だね、日本語訳するとおもろい、直訳すぎる。ぜひぜひ皆さん、ぜひ、お腹すいた中なの？そっか、まだお昼っちゃお昼か、お昼ご飯食べてな、お正月は美味しいものいっぱい食べよう。昨日もおせち残ってたんだけど、親戚の方が夜遊びに来てくれたから、そのおかげでおせちを食べてくれて、あの無事に消費できました、よかった。来年のおせちも何にしよっかなってもう今から考えてますね。クリプトンさんありがとう、センス。ゆうさん、あけおめありがとう。じゃあそろそろね、ランキングいきたいと思います。あ、これ終わったら食べる、お昼、あ、食べて食べて、じゃあ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 行きますね。22位のみほりん賞からいきます。22位のみほりん賞はいずみちゃん、そして13位るいさん、12位ドーグラスさん、11位マリュさん、10位大地さん、9位奈良西さん、8位ユナイテッドさん、7位オレリーさん、6位ジェロアット今年もよろしくさん、よろしく。5位アスパラさん、4位チョコミントリス、3位ふなっちあった中身ちゃんたおしさん、2位くまねパパさん、そして第1位はかねたまさんでした。ありがとうございました、ありがとう。
ありがとうございます。皆さん今日も見てくださってありがとうございました。まだまだ三が日なんでね、まだまだいいお正月をたくさん美味しいもの食べて過ごしてください。では最後にじゃんけんして終わりたいと思います。最初はグー、じゃんけん、チョキー。ありがとうございました。倒れそうになって今ありがとう。ではまたメールなどでお会いしましょう。バイバーイ。